夏休み最後か。そういえば夏っぽいことしてないな。あ、いたいた、やっほー。レニちゃん今日も大きい荷物持ってるね。ついつい衝動買いしちゃうんだよねって。違う、こんな話したいんじゃなかった。実は私たち二人で試したいことがあって。わー、ベニちゃんありがとう。浴衣買ってきてくれたんだ。あ、振袖って書いてあるけど浴衣ってことにしとこう。今ちょうど夏っぽいことしたいなと思ってたんだよね。ナイスタイミング。早速着替えましょう。前から持ってた浴衣はこれなんだけど、今回はお花柄だね。じゃあベニちゃん、どっちの色がいい？そうね、ピンクかな。赤色に近い色がいい。じゃあキャラメルちゃんが水色ね。果たしてエリーちゃんの服は入るのでしょうか。リカちゃんサイズとほとんど変わんないから入ると思うんだけどな。まずはベニちゃんから。入りますように。腕が通らん。さあどうでしょうか。なんとか入ったよ。こっちも着てみたけど、やっぱり手足がツンツルテンだな。あ、そうそう、下駄もあるからこれも履きましょう。リカちゃんより足がちっちゃいからこの下駄入りそうな気がする。よいしょ。あれやっぱりちっちゃいな。下駄履いてもこの磁石で立てるんだろうか。よいしょ。あ、ダメだ。まあ話だけど、せっかく浴衣着たんだしお祭り行こう。賛成。ベニちゃん見て、屋台がある。これなんかちっちゃくない？すいません、たこ焼きくださいって誰もいない。え、そうなの？じゃあこっちの店は？すいません、誰かいますか？ねえ、ここの屋台変じゃない？そうね、ちっちゃいし無人だし、営業してるのかしら。怪しい。あ、もしかしてこのたこ焼きっておもちゃなんじゃ。あ、やっぱ紙でできてるわ。残念、このたこ焼き食べれないみたい。キャラメルちゃん、人形界においてその話はタブーよ。どうしても食べれるたこ焼きが食べたい。しょうがないわね。じゃあ家に帰ってたこ焼きパーティーでもしましょう。やった、たこパ、たこパ、イエーイ。普通のたこ焼きを作ろうと思ったんだけど、いいのがあったから買ってきたわよ。わーい、お菓子のたこ焼き美味しそう。よーし、レッツクッキング。あんまよく見てないんだけど、このたこ焼きって何味なんだろう。去年作ったチーク菓子は焼きトウモロコシなのにグレープ味だった気がする。入ってたのはこちら、トレーとスプーン、爪楊枝とタコの素、生地の素、あとソースの素とマヨネーズの素。まずはトレーを切り離します。1番タコを作ろう。音符のトレーにこのタコの素を全部入れます。シャ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 。うん、この時点でたこ焼きの匂いがする。この 5cc の三角カップに水を1杯入れます。あ、こぼれてるよ、こぼれてるよ。この水をタコの素にイン、そしてまとまるまで混ぜます。白いところがなくなったら、このタコの足に4個ずつ、全部で8個押し付けていきます。さあタコの足になってるのでしょうか。トゥルルルルルルル。あれ取れないな。おお、おお、見て見て、タコの足になってる気はするけどぐちゃぐちゃだな。こっちは？よいしょ。お、お、すごい、タコっぽい。見て、最後1個ちっちゃかった。まあいっか。2番、マヨネーズを作ろう。マヨネーズの素をセットして、三角カップに水1杯。わわわ、こぼれてるよ。これをこの中に入れて、よし、混ぜるんだ。混ぜ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 。あ、すごい、マヨネーズの匂いする。本当だ。端っこまでちゃんと混ぜれたら、この上の点線に沿って折り曲げていきます。3番、生地を作ろう。さっきの音符マークのトレーにこの生地の素を全部入れます。シャ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 ーン。はい、来ましたよ、三角カップ。まずは1杯もこぼれとるってば。じゃあ続いて2杯んー、もう見ない見ない。よし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 。じゃあそしてこのスプーンで混ぜていきます。
よし、生地ができたらこの型に流し入れます。シャ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 。あ、これなんか綺麗に入れれる気がしないけど大丈夫かな。あー、見て、足りなくなっちゃった。線のとこまでって書いてあったのに、この3つ明らかに入れすぎたよね。どうしよう。なんとか集めて入れてみたよ。せっかく綺麗に入れれたのにな。さすがキャラメルクオリティ。次はこのタコを入れていくよ。タコ3つ余っちゃった。なんで。まあとりあえず全部入れとこう。ここと、ここと、あ、手についた。え、どこに入れようかな。なんか少なそうな、これにしてみようかな。次はレンチンで500ワットで40秒。行き過ぎた、これだ。わ、めっちゃ膨らんだ。いい匂いがする。4番ソースを作ろう。この星型のカップにソースの素をシャ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 。最後の水は上手に入れたい。よいしょ、もうこぼれとる。もう一回やり直し。跳ねないように注ぎ口のそばでやったら、おー上手じゃん。この水をジャーっと入れて、あとはスプーンで混ぜます。おー、ソースっぽい、トロトロ。5番、さあ仕上げをしよう。腕の見せ所ですよ。爪楊枝でひっくり返します。え、どうやってするの。プロはどうやってんの。え、これ無理じゃない。あ、できたできた。あ、上手上手じゃん。待って、事件。このトレーの上にソースとマヨネーズかけるみたい。これの入れ物を想像してたんだけどな。ということで、即席だけど紙コップで作ってみました。この入れ物にたこ焼きを並べます。わー、あふれそう。じゃあこのたこ焼きにソースを塗ります。たらー。あ、下の方塗れないかな。次はマヨネーズ端っこだけ切って、いくぞマヨビーム。これがすごい成功の鍵だよね。美味しそうに見えるかはマヨネーズで決まるんだよね。わー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 、なんかもうむちゃくちゃ。おーぽいじゃん。でもやっぱ青のり欲しいな。青のりなかったからお茶っ葉用意してみた。緑茶の葉だよ。これをパラ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 。おーぽい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 。よし、できた。いいんでない、いいんでない。いただきます。はい、ペニちゃん、あーん、おいしい。え、ほんとどんな味。お茶の味がする。でもちゃんとたこ焼きの味だったね。うん、また作ろう。ごちそうさまでした。みんなもくるくるたこ焼きを見かけたら作ってみてね。それじゃあ次の動画で待ってるね。バイバーイ。